はい、あの皆さんどうもあのようこそお忙しいのがお集まりいただきありがとうございます。あの遺伝研の遺伝犬研究会という形であのこういうので、まあえー、遺伝研にこう申請するとですねあの今こういう研究会をやる旅費を補助してくれという,こう遺伝犬のこのニグジョイントという,あのあれう,いうかなこういう制度があってあのそれに。 まあ、応募させていただいたただらと、えー、と採択していただいたのでこういう形でここの場所も借りてやってるんですけどあの、まあ、最近、まあ後でその話もするんですけれどもあの代試検査を使った研究っていうのがどんどん、まあ、使われるようにどんどんなってきて、まあ、その一つの流れとして、まあ、今までモデルじゃなかった生物での成果っていうのがいっぱい出てきてて例えばあの、まあ、そういうのでいろんな生物が読まれるようになったので。 今週の,あの頭っていうかに土日にえっとちょっとツイッターのタイムラインでは話題になってたそのゲノム弁当みたいにですねいろんな生物のゲノムを読んでえまあ読むからには何か有用だったと思うんですけれどもそういうふうなものっていうのがだいぶいろいろ出てきています。でそれをそういうゲノム情報を使ってこういう研究してるとかこういう研究がしたいとかそういう話をまあ話する場がもっとあっていいんじゃないかと思ってまあどっちかというと我々そのデータ ベースのまあ流通業者というか、あとデータをアーカイブする側としてまあ主催して、そういうのをちょっとで話したり考えを持っている人に集まってもらおうという趣旨で始め、行ったのはこのワークショップになります。で私は坊野と申しまして、ライフサイエンス統合データベースセンターというところであのえやっている研究員にです。はい、よろししくお願いしますで今回のこののこワークショップの一応 まあ申し込み者というかあの、えー、と提案者で、えー、と一緒にあの遺伝研の中村か和さん先ほどあの午前中参加された方はあ,のあったと思いますけどな中村か和さんという遺伝研の教授の,あのやってる方と一緒に、えー、とやるというふうになっております。それで,で,です、ね、ここからがちょっとか和さんネタなんですけれどもあ,のあどうもちょうどよく来たよく来ました。 でえっと、実は中村康一さんとは古い中でずっと一緒にいろいろやらせていただいてたんですけれども特に中村さんが前職の上総 DNA 研時代にこういう生物学者による情報処理技術研究会というのをやってました。でその中でですね研究集会というのをまあ私の把握している限り1999年ぐらいから何か1年に 二3年に1回とか1年に2回やった時とかもあるんですけれども、まあ、そういうふうな形でやっててですねあのやってましたで実はその,いあのその1回がですね実はこの第2回研究集会やった遺伝研っていうのが実はこの場所でやりましたでそれはですねそんなのを何でやるきっかけになったかというとこの本なんですね一つは。これちょっと多分皆さんの知ってる第2版とは。 ちょっと若干表紙が違うから分からないかもしれないですけどこれ「手取り足取り本」っていう手足本と呼ばれているものでこれの一番第一版初版の写真なんですけど初版のこのものは実は2002年の12月に発刊されていましてこの頃僕まだ理研にいたんですがその時にこれを一部書かせていただいたということから割と皆さんに手取り足取りを知ってもらおうという。 趣旨のこの本でこれはどっちかというとその今の統合テレビの原型にも実はなっているんですけれどもあのこれの中身っていうのはもう知ってる方も多いと思いますけど一応知らない人もいるかもしれないので言っておきますとあのコンピューターの,の,のウェブブラウザーの画面なんかをこうスクリーンショットで撮ってここをクリックするとこういうふうになりますよというまさに統合テレビであの我々がスクリーンキャストを撮ってあの動画でやってることの,まあその紙,紙版の性的なもの,のになります。 そういういうな本ですで今でも第2版として売ってるんですけれどもあの大変申し訳ないですけどアップデートが激しすぎてなかなかあの皆さんのご希望というか今それを同じ通りやって動くかというとちょっともう動かないいいものが多いと思いますで、まあ、今も言ったようにこの同じ場所で約14年前に、えー、とこの上サ DNA 研究所のこの,あのインフォバイオロジストというその生物学者による情報処理技術研究会という形でやってます。 でまあ、その時のこれ安川さんで今同じ場所でこれやられたやつで、まあ、その時にいいスライドがあって進行についてっていうのがあったんでそれをパクらせていただいてですね私もあの書かせていただきますと今日の進行は基本的には40分の公演っていうふうに考えていますで、まあえっと、iPhone のツールで陳陳チンチン鳴らしますけれどもそれがまあ大体1例目が30分で、まあ、2例目が35分3例目が40分という具合に。 あのえ鳴らすんですけれども安川さんの写真ばっかり出しててまずいと思うので14年前の私はこれです「はい、お断り」とか言ってますけれどもこれその時言ってたのがあこの喋ってるのはあの研修ではありませんよとで格安セミナーでもないって言ってこれちょっと当時のネタが分かる人しか分からないんですがネタばらしますと当時ですねまだあの宮田あのなんだ宮田さんってあの今も日経でなんか書いてるあの。 やたまんかっていう方がいらっしゃいますけれどもあの方がですね我々がこういうのをやってるっていうのを格安セミナー無料セミナーってこう、えー、と宣伝してくれたおかげでですねいろんな方が来られて格安セミナーを聞いて帰ろうという方がたくさん来てたのでこういうちょっと嫌味を書いているわけです。で,、まあ、でまあでは何ですかっていうのでまあもうちょっと我々としては皆さんよりちょっと先にそういうツールを知ってて知ってるからそういう知ってる知って,て、まあ、皆さんがまた 詰まるかもしれないところを先に指摘できるまあある意味先輩なだけですよってことを言っているのしあのそういう時も言ってたんですけどいつでもあの話したいことがあったら中断して言ってもいいよとそういうあのものにをまあ当時は言ってましたで。でこれがあの実はその1年後ぐらいに中村康和さんと今は東北の大学の方にいる荻島さんが出された あともう一人いらっしゃるんですけどあのえとその3人の方で書かれたあのピンクボーンというものでこれは MacOS ですねまあ今もその MacOS でやるっていうのはだいぶもう浸透してきてますけど MacOS を使えばユニックスだしあのえバイオの,あの技術の情報技術が使えるような本に環境が作れるよっていうことでもう本当十13年前にそういうことを言ってあのやってた本でした。これもすごくあの当時 あのバイオの研究者の間であの流行ってですねこんなふうにこの並んで買ってる人今後ろにいるんですけれどもまあそういうふうに13年前はこういうふうにあのみんなやっててマックもアップルもですねかなり今よりちっちゃな企業であの教育に熱心でしたちょうど11年前にですねあのこの「かずさ DNA 研」であのこのワークショップのほぼまあ多分最後だったと思うんですけどこういうのをやった時がありました その11年前にやった「カズサ DNA 犬」の方のすぐ近くの「カズアーク」というところでこれやった講習会があってこの形がすごく僕いいなと思って今回のワークショップの原型にさせていただいてます。それはどういう形かというとあのま,あまあこれは1日目は今と同じ1時に始まってまあずっと40分ごとの講演があると。でその後にえっとに2日目も途中まで講演あるんですけれども最後にあの講習会をやると。でまああの 初級版と中級版をやるというふうな形の構成だったんですが今回もそれを真似させていただいてまあ実は今日はあの実は午前中にまた別に DDBJ イングの講習会という形で DDBJ への SRA のデータの登録の仕方という話をしましたけれどもまあこの形をえっと今回は踏襲してやらせていただいてましてえまあそういう形で今回も進めようと思っています。で でまあ、そういうふうな講習会をした後なんでしばらく十何年もやってなかったんだって話なんですけれども、まあ、その間何も遊んでたわけじゃなくてあのこのバイオの分野ライフサイエンスの分野のこのデータベースの統合プロジェクトというのをずっと、えっと、我々、えー、関わってきててあの中村康和さんも私もそれに関わってあの結果として同じ遺伝犬にあの来てしまったというのが結論で別にあのこの最初やった時にですね遺伝権にあの来るってこう分かっててて分か やってたわけけじゃない,ないんですけども結果としてそういう形になりました。でそれで,それでそれでまあ,あのちょっと知らない方だけにがもういらっしゃるかもしれないんで言っておきますと私 DBC レスとこで働いてるんですが2007年にそのセンターができました。DDBJ はもっと前からあって1980年代からあってやってるんですけれどもちょっとこれ話がややこしいんですけれども JST の方であので NBDC という JST のバイイオサイエンンススデーーータタベースセンターというものがあの2011年にできてますこれはあの、えー、っとこんな同じようなセンターが3つもあってどうするんだといつも言われるんですけど、まあ、皆さんから見たら同じように見えるかもしれないんですがあの、まあ、予算を出す側とかそういうふうな側からするとちょっとずつ役割が違ってて、まあ、こういうふうに DDBJ は DNA のデータをアーカイブするためていくセンターであり遺伝権の一部である。 d b c s s 私が10年ぐらい所属しているここですがで d b c s というのはそのデータベースの,あの統合技術を開発するあ、まあ、研究所であってもともとは d b c s がこの NBDC もやってたこともなってたんですけれども、まあ、いろんな大人の事情でこういうふうにあの別の,あの,しあの仕組みの下にまあいるという形で,で NBDC はまああの戦略立案ファンディングという機能を持ってやっております。 でまあそれぞれの関係は d d b j と d b c s はこの同じあの遺伝権にいて。まあ協力連携活動をしてますし。d b c s と n b d c は共同研究という形で一緒にあのこの。日本版 n i n c b i。日本版 n c n i じゃなくて n, n c b i ですね。をまあ担っていると。いうふうに思っていただければいいです。まあこういうふうに日本はまあそのライ,フサイエンス分野のあの。 デーータベースなりバイフマティクスの関係のことをやっている人たちがそのセンターとしているというふうに思っていただければいいと思います。でなんでこういうふうにセンターができてきたかって話なんですけどやっぱり10年前に比べ10年前っていうかもっとそれより前に比べるとデータベースの事情が難しくなってきているとで。それはなんややこしくなってきている理由は何かというと、まあ、データの量ももちろん増えたんですけどデータベースの種類も増えて、まあ、昔は 延期データだったら DDBJ 見に行けばその一つだけだったんですけどいっぱい出てきててあの今日は説明しませんけれども、まあ、いろんな種類のものが出てそれぞれに見ていけば確かに役割が違ってできてきたのは分かるんですがなんか皆さんの今これやりたいなって目的にどれを見たらいいかっていうの素人目によく分からないというのは確かにそのとりの状況になってます。 ですねあのまあ皆さんいろいろデータベースはこうあってほしいとかこうあるべきだっていうのをいろいろお話を受けるんですけれどもまあ時代の変化というものをよく皆さんも理解していただければなと私はいつも思ってますのをちょっとまとめてみました。一番初期ですね最初の頃は本当に論文に載った紙媒体の情報をデータとして電子媒体まあコンピューターですねに載っけるという作業をしてて。 その頃はまはテープであり CD とかそういう媒体を郵送することで皆さんに広めてた時代がありました。それがまあこんな時代でその後だんだんですねインターネットが各大学に普及してインターネット経由でものが見れるようになってくるとですねインターネット経由で塩基配列のデータを登録していただくとアクセッション番号というのを発行してそれを論文に書いていただくという形の時代になってきました。そこから先にもっとと言うと そういうデータがたくさん出るなら、あの、そういうセンターにですね、登録しないで、自分らのところでデータを持って、そのデータを、まあ論文として、ええー、と、まあ業績にしようじゃないかという人たちが出てきました。で、それはそれでずっと最後まで永続すればいいんですが、大体の場合、永続しなくて、あ,ある日突然というか、まあ、大体年度末が多いんですけど、あのアクセスできなくなって、今まで使ってたのに使えなくなったみたいな話が出てくるようになったと。で、そういう。 そこら辺の,まああの話があってデータベースのセンターを作らないといけないということでまあ我々の DBCS みたいなのもできてきたのもこの頃になります。で、まあ、もっと言うとその先はまあデータの量がどんどん爆発的に増えてきて先ほどまあ午前中にも DDBJ の,のスパコンのストレージはあの数,十テラああ数十ペタあってそれも,もうパンパンの状態だって話を聞いたと思うんですけれども。 まあそういう状況のになっていますしそのデータたくさんになったデータをそれを維持して皆さんに使っていただくっていうことをこう維持するそういう状況を維持するということにものすごくお金がかかるような状況になってきました。でまあデータどうしたいとかこういうデータが欲しいとかそういうことを皆さんあのよくデータ生産者であり利用者である方々はよく言うんですけれどもまあ確かにその通りだと思うことも多いんですがあのまあ データのことを一番知っているのはやっぱり出す人なんですからその人たちがやっぱりそのデータをこうシェアするとかそういうことにもっと積極的に関わってほしいとそういうふうに思います、まあ、そういうふうな考えのもとで今目の前に座っている春日和さんと一緒に分生物学会でワークショップを出したんですけど「落とされてフォーラム」っていうのをやりましたけれどもまたそれは来年以降もリベンジしたいと思っていてもっとデータ生産者であり利用者の人に関わってほしいと。 いう,ふうな思いを守ってので、まあ、NGS の話に戻りますけど NGS に関しては、まあ、あのこんなあの立派なフィギュアも僕が書いたわけじゃなくてこれはフィグシェアっていうのフィギュアをシェアするサイトっていうのがあってこういうふうに引用をちゃんと書けば誰でも使っていいよっていうであのこういう図が落ちてるんですけれどもこれはどういう意味かというと。 縦軸にあのこれですね延期配延期数パーランですねまあ一覧あたりの延期数じゃないわ一こちらこっち,だこっちあこっちかあっ,てあってるかギガベースパーランかどれぐらいベースが出るかと一ラ一回ランをしたらどれぐらいデータが出てくるかというのは縦軸でこれ対数ですね横があのリード長これもやっぱ対数になってますけどそういうのにどういうシーケンサーが出てきたかという図なんですけれども最近よく使われているものはこの辺に さっき言ってたミニオンなんかもここにありますね。まあ、そういうふうに。ぐらいに、まあ。次世代シーケンスが使われて、ちょうど今で約10年ぐらいになるんですけれども。まあ、非常に利用の普及が進んできたと。で、まあ、当初は人とかマウスの。まあ、での利用が非常に多かったんですけれども。あの、これはですね。あの。その、収められているシーケンスリードアーカイブというデータの。メタデータを調べると、これは本当に明らかになんですけれども。人マウスだったんですが。どん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 。 別の生物というか、その1マウスに対するモデルであるとか、それ以外のま食料とか、もっと別の研究に使われる、いろんな種類の生物というのにものすごく増えていっています。ですので、このまあ研究会のま趣旨である。あの話になっていくんですけれども。まあ私自身そういうま人とかマウスにターゲットを置いてます。けれど、もまそういうデータが出てきたときに初心者でもやっぱりこれもマックでなんですけど、mac で。あの？ データ解析できるためのドライ解析って呼んでますけどそういう本を、えっと、これも清水敦さんという岩手医大の、えー、方とですね、えっと、監修して、えっとえっと、去年これ出して大体、ま、リファレンスゲノムがあるような生物だと同じ方法が、まあ、応用できると思うんですけど RNSEC であるとかエクソームとかチップ SEC とかあとホールゲノムバイサイファイトシーケンスであるとかそういうふうなものを、まあ、皆さんにやってもらう。 得るようにっていうにい基本本的なまあプロトコル本を出しましまたですのでまあこれ読めば基本的にはできるはずだというふうに今は言っててあまりあの僕自身がデータ解析をあの引き受けるようなことはしてないんですけれどもまあそういう状況ですで。で今回なんですけれどもまあそれをまあリファレンスゲノムもまだ整備されてないとかまあ,あ,るある意味自分たちでリファレンスゲノムを作っていくとかそういうレベルにある まあ非モデル生物ってよく言われてますけど非モデルはちょっと後ろ向きなんで新モデルとか自在モデルって最近私は呼んでるんですけどそれ向けのまあゲノム情報利用白書2005年以降11年間やってないのでそれをまあやろうということであのやってます。